今回はスキーにおいてもゲームオーバーになる、これできてなきゃマジでやべえやつを紹介したいなと思います。皆さん一度は聞いたことがあると思いますが、板がたわまない、こうなってしまってはマジでやばいので、この現象を皆さんに分かりやすく解説したいなと思います。ぜひ最後までご覧ください。そもそもたわむという意味は、棒や枝などに力が加えられて反り曲がった状態になる、しなるというような意味があります。スキーにおいては板がたわむ、たわませるなどという表現をよく使います。皆さんも一度ぐらいは聞いたことがあるんじゃないでしょうか。たわまないとやばいわけを解説させていただくと、板がたわまないとスキーが雪にグリップしません。いやだからなんやねんと思った方いらっしゃると思うので、このあたりを分かりやすく解説させていただきます。まずはたわむイメージとカービングスキーがたわむわけを両方一緒に解説したいなと思います。このような感じでカービングスキーを用意しました。横に向けてパラレルスタンスを取ります。そうすれば雪面と板の間にわずかに隙間が空くことがご確認いただけるかなと思います。この隙間を上から押さえ込むと板がギュッとしなりたわむという構造です。まとめると傾ける、踏むが合わさると板がたわむという構造となっております。実際滑っている映像を見て解説させていただきます。今解説したように角付けと荷重という動作が組み合わさらないと板はたわむことはありません。イメージとしては次のような感じです。板が傾いた状態でこのようにターン外方向に押していくと、このようにまっすぐだった板が次のような形でギュッとしなる、つまりたわむというような構造となります。皆さんここで少し疑問に思ったかもしれませんが、そもそもなんでたわまなきゃダメなのということを改めて分かりやすく解説したいなと思います。次の図でご確認ください。またカービングスキーを1本だけ用意しました。このような形でこの状態だとスキーが雪にグリップしていないのでスキーのコントロールが難しくなります。シンプルな話、ブリヂストンのタイヤがグリップしないってやばいでしょというような感じなんですが、これスキーも全く同じでグリップしていないとコントロールが不能です。というよりかはもうこれマジで死人が出ますというぐらいやばいです。なのでたわまないとやばい理由としては、雪面をグリップできない、つまり雪面をグリップできないとスキーをコントロールできないということになります。スキーがコントロールできないと怪我の恐れや事故の危険性もありますし、あとコントロールできないから普通に考えて面白くないですよね。あとは速く滑れないとか板の性能を使えないなどのデメリットもあります。と言いましたが、これ結構難しいんです。っていうかめちゃくちゃ難しいです。僕も全然できてないこと多々ありますし、日常生活ではありえない動きですから通常ではできなくて当たり前です。でもこれをどうやったらたわむかということをお伝えできればなと思います。それでは早速たわむ方法をお伝えします。ざっと簡単にお伝えしてこのようなイメージなんですが、今まで解説したところって角付けと荷重だけなんですよね。回旋動作を適切に行うことでより強いグリップ力が働くことができるんですが、こんな感じでとんでもないほど理解しないといけないことがあるので今回は割愛しました。簡単にさらっと思いつくだけでまとめてみたのがこのような感じです。たわませる方法として大前提、そしてたわます方法、すべて理解する必要があります。なので1本の動画で解説なんかできないんですよね。それではたわませるための練習方法をお伝えします。結論、一番ベーシックな方法としてブルークファーレンを使って停止してみてください。これが荷重、回旋、角付け、外交、外径の超基本となります。めちゃくちゃ重要なので、これで止まれない人はマジで何やっても意味がないです。たわませられないとパラレルと同じでグリップしないので止まれません。でここで解説したいのが、急斜面でやる必要はありませんし、緩斜面でできないとマジでやばいということだけお伝えしたいなと思います。マジで緩斜面でこれだけはできるようになってください。たわませるために必要な要素の時、下記の4つを紹介しましたが、ファーレンの練習では2番と3番、この練習が一気に学ぶことができます。
なのでめちゃくちゃ最強な練習なんですよね。皆さんぜひシーズンインの時にぜひやってみていただきたいなと思います。むしろ毎日のルーティンに取り入れていただいてもいいかなと思います。さらっとここまでお伝えしてきましたが、どうしても意味不明という方向けに月額サービスやっております。ぜひ概要欄をご確認ください。振り返らせていただくと、ファーリン1個やるだけで国語、数学、理科、社会、そして英語のスキルアップするようなもんなので一石五鳥なんですよね。なのでもうやらん理由ないでしょというような感じです。ファーレンの重要さについてはこちらの動画で詳しく解説しております。概要欄でぜひご確認ください。この動画のゴールとしては次のような感じです。たわませて雪面にグリップさせなきゃコントロールできないと理解すること。2つ目はたわませるための練習はプルークファーレンで確認してみること。この2つだけ理解してください。